I told you every single time, don't you worry. You would always call me at the wrong time, so you can know what I was up to. Oh, don't you get that it's just stupid. さて次はベルギーグランプリです。1998年にジョーダンチームが初優勝を獲得したレースであり、同チームから若きミハエル・シューマッハが鮮烈なデビューを飾ったレースです。ファン人気の高いこのサーキットではコーナーの先にいつも驚きが待っています。風光明媚なアルデンヌを駆け抜けるスパフランコルシャンの全長は7キロ。19あるコーナーの内訳は右が9、左が10です。ドライでの平均時速は230キロに達することもありますが、コンディションが改善しなければ今日はそこまで高速にならないでしょう。解説はおなじみのアンソニー・デイビッドソン。ルイス・ハミルトンについてお聞かせください。信頼性の問題を解決できないままパワーユニットの積み替えによって今日は後方からのスタート。上位進出への道はかなり険しそうです。ペナルティや信頼性の問題に直面することは誰にだってあります。弱音を吐かず全力を尽くすしかないですよ。今日は奇跡を起こそうなどと思わず、ダメージを最小限にすることを考えるべきでしょうね。そろそろ今日のレースのスターティンググリッドを確認しましょう。さあ、ポールポジションはレッドブル、横にはバルテリボッタスが並びます。残りのグリッドに移りましょう。フェルスタッペン、リカルド、シャルル・ルクレール、ベッテル、ペレス、ノリス、ガスリー、カルロス・サインツ、ストロール、クビアト、ルイス・ハミルトン、オコン、ライコネン、グロージャン、ケビン・マグヌッセン、そしてアントニオ・ジョビナッツィ、ラティフィ。グリッドラインナップの最後はジョージ・ラッセル。まもなくレース開始です。今日勝つのは誰でしょうか。
Great first lap. Keep it up. Job. That was the fastest lap of the race so far. Got a lot of spare energy, use your overtake button. Monitoring somewhere on the ICE, be aware that we will start to see a loss of power.
was the fastest lap of the race. Keep this up. We're leading our teammate by 1.7 seconds. Reaching a danger point with the wear on the MGUH. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep the temps under control.
some information on Verstappen. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Is going to be down slightly. It's showing some minor wear. There's 5 laps of fuel remaining. Gap to teammate behind is 2.4 seconds. There's 4 laps of fuel remaining. Use overtake and burn some of this energy.
There's three laps of fuel remaining. This is your final lap of the race. They're retiring from the race. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Right, some information on Ricciardo. There's only one lap of fuel remaining. Fantastic. You've won the Grand Prix.
動したレースを見せ、最高の走りでレッドブルが勝利をつかみ取りました。教えてください、何が今日の勝負の明暗を分けたのでしょうか。こういうトリッキーなコンディションではタイヤの温度を保つことがとても重要なんです。ただでさえグリップしないのにタイヤが冷えるとさらに10倍悪くなりますから、適正温度の維持が大きな鍵になりましたね。抜群のドライビングを見せつけたレッドブルが本日の勝者です。最近は他のチームと激しい争いを繰り返していたレッドブルですが、今回はその自力を証明しました。さあ、今日の結果がチャンピオン争いにどう影響してくるか。勝者は今回のレースに勝利しただけでなく、ランキングでのリードをさらに拡大しました。見事です。さあ聞かせてください、今日のドライバーオブザデーには誰を推しますか。個人的にはやはりルイス・ハミルトンですね。何度もワールドチャンピオンを経験している彼を選ぶのはつまらない選択かもしれませんが、それにふさわしいドライバーであることに異論は出ないでしょう。ではコンストラクターズタイトルに移りましょう。上位陣にとっては厳しい結果、差を縮められてしまいました。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。雨でも自信を持って走れましたか？